皆さん、こんにちは。ということで、本日もね、やっていきたいと思います。 で、昨日とかもお伝えしていると思うんですけども、ビューラーの話になりますけども、もう一登板ですね、トリプレイドのリハビリが必要になるということでね、それが終わってから、ドジャースに戻っていくんじゃないかということになったという話ですね。なので、まあ、火曜日ということで、トリプレイで投げてですね、現地火曜日の来週のね、で、その次の週に戻ってくるのかっていう感じでしょうかね。ということで、前回登板がですね、ちょっと微妙な感じでですね、玉数は増えたんだけどもっていう話でね、 まあこれで完璧にね、OK だっていう内容ではなくて、でもって投げたのがですね、標高が高い場所で、で、判断が難しいなあっていうところでしたけどもね、もう一回という判断になったという話ですね。ロバーツ監督としてはですね、私たちは彼がね、もう一登板、リハビリ登板できれば、翌週にはですね、ドジャースで投げられるようになるんじゃないかということでね、話しているということで押し入レジスターですけどもね、 現状ですね、急速も出ているし、コマンドも良くなっているし、その他の変化球もね、良くなっているということでね、えー、いい位置にはいるという話はね、えー、出ているわけですけども、やはりそのイニングのところですかね、っていうのがまあ、消化できていないのでっていうのがあるのかもしれませんね。ということで、えー、当初はでもね、5月中旬とかって言われてたので、まあ、別にこれ遅いわけじゃないんですよね、最初の感じからするとね。ただね、早まるかもしれないっていうのが出て、 でもって、怪我人が出ちゃったので、ちょっと早く戻ってきてほしいな、みたいなところはあったんですけども、現状、ナックがいい感じで投げてたりとか、ストーンもね、いい形で投げてるから、もう一投板とかね、えー、ちょっと遅らせても問題ないという感じにはなってきたので、万全な状態でね、戻ってこれるように、えー、時間は取れたのかなと思うんですよね。その他のピッチャーがちょっと打たれててね、なかなか厳しい状況であるのであれば、 まあ無理して早く戻すっていう感じもね、できたとも思いますし、まあおそらく本人は早くもう今でも戻すっていう方向を望んでるとは思うんだけども、まあチームとしても焦りたくはないですからね。だからまあある意味良かったのかとは思いますけどもね、他の若手がしっかりと出てきて投げてくれたのでね、っていう感じでもう一周やって、 その次の週にメジャーにね、戻ってくるビューラーという形ですね。あとはですね、ウィルス・ミスがパワーダウンということで、えー、彼としては打率がですね、素晴らしく高いわけですよね。ただ、えー、今日はホームラン打ったんですけども、最初の27試合で1本しかホームランを打っていないということでね、通常よりかは多分、ペースとしては打っていないという感じなのかなと思いますけども、まあでもですね、えー、ロバーツ監督の話かと思いますけども、 ホームランを追ってほしくないということでね。ランナーを溜まってるわけですから、123がいてね。で、そこでホームランをね、無理に狙うよりかは、そのランナーを返す長打とかね、まあ、得点圏でのヒットとか、そっちの方が価値があるということでね。スイングを大きくしてですね、あと2、3本ね、ホームランをね、増やすよりかはえ、そっちの方が価値があるんではないかということですね。でもってね、いずれ打つ タイミングはね、打つとは思いますので、心配はしていないということですね。で、今日2本目が出ましたよという話ですけどもね。いや、これは多分、チームの状況によって、もう今上がこうね、えビッグ3っていうのがいますからね。そこが出て、で、彼はコンタクト系にね、ちょっとシフトしているというか、まぁ、あ、ダルさんも言ってたんだけども、スミスがああいう打撃をしてくる方がちょっと嫌だなっていうね。振り回してきてくれた方が楽だなっていうふうには言ってたので、 まあだから、相手としても嫌なんでしょうね。その方がね。で、打率も残ってるわけですから、ランナーがいる状態で、コツンってね。で、時にはホームランも打つっていうことになりますけどもね。まあ、それを維持していけば、まあ、ホームランもいずれね、えー、出てきて、で、それなりの数になっていくのかなと思いますけどもね。まあ、長打というか、ホームラン数としては、ちょっと落ちるかもしれないけども、まあ、打点の部分とかね、ランナーを返す部分っていう、まあ、 えー、率の部分で言うと必要な部分なのかなとは思いますけどもね。という感じでちょっとまあモデルチェンジというか上が大きいのでね、その辺をやってるのかななんて思いますけども、まあそれでいいんじゃないかということですね。あとはですね、ドジャースネーションの方にですね、ドジャースが レッドソックスのリリーバーに関心という報道ということでね。まあその他では扱われてないので、これはまあ、X の方にね、投稿されたものなんかでの情報だとは思うんですけども、まあその中でですね、ジャンセンではなくてですね、ブレナン・バーナ・ディーのね、左ピッチャーですけどもね、彼に興味を示してんじゃないかということですね。 スプリングトレーニングでもいい感じで投げて、開幕ロースタイリーっていうのは確実だろうと思っていたんだけども、開幕はトリプル A スタートになって、みんながびっくりしたみたいなことらしいんですよね。現状はですね、メジャーにいて4月9日にまたね、上がってきたのかなっていうところで、先発1試合を含む7試合に登板して9.2イニング投げて3アンダー、1失点に抑えているということで、三振も取っているっていう感じなのかなと思いますけどもね。 現状ドジャースとしてはベシアがいて、まあ今日投げているラミレスがいて、で、アーブローがね、いますけども、その中で、まあマイナーにね、もう左の選択肢っていうのはいますけども、そういう部分においてもっていうところでちょっと取っておきたいっていう話なのかもしれませんしね。 彼をですね。獲得できれば、まあ、ブルペンとしては堅実な補強となるだろうということでね、書かれておりますねということで、まあ、これが実現するかというと、ちょっとね、えー、分かんない情報だと思うんですけども、えー、一応、こういう形でね、えーまあ、興味を示してんじゃないかということで出てきておりますねということで、ですね、今日の試合内容をやっていきたいと思いますけども、今日からトロント戦ということでね。まあ、初戦でしたけども、十二対二で対象というドジャスになっております。で今日の大谷翔平は、ですね、四打数、一安打、一打点。 1>, 1フォアボール2得点ということで、第7号ホームランが出まして、ドジャースでの日本生まれ選手の、記録にね、並んだという形にはなりましてね、ロバーツ監督が持っているね。次打ったら、まあ、記録が更新されるというところでね、その時の、まあ、ロバーツ監督のコメントにもちょっとね、注目したいなと思いますね。 で、今日はまあ、ブーイングがね、起きましてね、それなりなブーイングだったかなと思いますし、例のですね、飛行機の問題があったのでね、そういうのも含めてっていうところと、あとは相手チームのね、主力のスーパースターなので、もちろんそういうね、対象ではあるから、ブーイングされるっていうのは普通にあるんですけどもね、まあそんなところの中でね、一発をかましまして、いや、すごかったなと思いましたけどもね。ただ、たまあもう、えー、割かし、そのね、 コース的にはちょっと多分浮いたと思うんですよね。投げたかったところよりはね。だけど、コースもストライクに半分ボールがかかってるぐらいだったかな。っていうふうに思いますけども。まあ、この前もですね、カットボールかな。今回のはスライダーかなんかだと思うんですけども。この前もカットボールを、 えー、ボールゾーンなんだけども、いい感じで打ってね。えー、センターフライからで捉えちゃった、いい当たりだったなっていう話をしたやつがあったと思うんだけども、あれもだから、ちょっとストライクゾーン寄りだったらね、もうちょいこう入ってんのかなっていう感じで思ったんですよね。で、今日のは若干ストライクゾーンにボール半分かかってるぐらいなので、でもって、おそらく、もうちょっとですね、えー、ワンランク低めに投げたかったものが、まあちょっと浮いたっていうので捉えたかなと思いますね。でも、スローで見ると、 ま、全然真ではない気がするんだよね。あの、バットのメーカーのマークがあるじゃないですか、チャンドラーのね。あのちょっと上ぐらいかな、みたいなところなので、そこまでマシンという感じではなかったとは思うんだけどもね。 まあ飛んできましたね。うん。っていうところで。まあ結構際どいゾーンのボールだけど、しっかりとね、打ててるかなと思いますしね。まあ前回もね、えー、いい感じでその辺のインもさばけ始めてると思いますしね、えー。今日も良かったホームランであったし。まああのブーイングの後に一発ね、えー、打つっていうのも、えー、素晴らしかったかなと思いますよね。 で、ベンチでも、まあ、チームメイトとかがね、一緒にブーって言いながらね、えー、迎えてましたけども、それもまあ面白い部分であったかなと思いますけどもね。だから、あんだけやられるっていうのも、あんまり思ってなかったのかな、チームとしてもね。 まあもちろん彼が同行ううしてあの飛行機に乗っていた事件が起きたわけじゃないから、まああれなんですけどもね。まあでも、個人的にもニューヨークで見に行った時経験したんですけども、やっぱりね、あの、欲しかったけども来てもらえなかったチームのっていうところはね、厳しいね、ブがイングを浴びせてくる時もありますからね。 まああの、現地にいてどういう感覚で感じるかわかんないしやっぱりあの、球場レベルにいるとね。だけど、まあね、画面越しというか、そっから聞こえてくる音的にも、それなりには来てたけども、ただ拍手とかね、違うものもあったかなっていう、混じってたかななんて感覚でね、思ったんですよね。だからやっぱり割とね、ドジャストを見に行ってる人もいるだろうし、 まあ、カナダだから日本人も結構いんのかなうん、わかんないけども。ただ、ドジャースファンも結構入ってたんじゃないかなと思うんですよね。その感じでちょっとね、えー、音的にもあったのでね。だからまあ、えー、 ブーイングとしてはまあまあすごかったけども、全体的なブーイングではないかな、みたいな感じはしましたね。っていう感じで。えー、まあでもその中でね、それを切り裂いて打っていきましたのでね、本当素晴らしかった7号でしたね。でまあその後の打席はね、まあいい当たりをした、ハードヒットしたのもあったんですけども、まあなかなかこう厳しい攻めになってきたかな、っていうところで、まあ一発ね、いきなり打ったので先生のホームランもね、その後はね、まあまあ厳しいところしか投げてこなかったかな、というふうに思いました。 そして、振った球で打てたかなっていうのはもうあんまりなかったかなと、見逃したのが甘かったとかね。まあ初球の入りが甘かったとかはあった気がしますけども、その他はまあまあ厳しかったかなっていうところですかね。まあでも、えー、ホームラン一発出てるからね、文句はないでしょう。ということでね、明日以降も期待という感じでしょうかね。そして、ここからね、試合内容をやっていきたいと思いますけども、一回もてですね、相手ピッチャーバシット。ベッツがキャッチャーゴロ。 そしてワンナウトから大ブーイングの中翔平が第7号ホームランで1対0ドジャースが先制フリーマンがフォアボールでワンナウト1塁となりましたがトールアウトレスミスがファーストゴロということでねただ初回1点先制で1回ラー今日ピッチャーストーンスプリンがゲレーロ、えー、ボービシを三者凡退そして2回表ワンナウトからテオヘルがライトへのヒットアウトマウンス三振パヘスがライトへのヒットで2アウト1 2塁となりましたけどもラックスが三振と そして2回裏ターナーがレフトへのヒットで先頭を出しましたけども、バーショーセカンドゴロフォースアウト、ジャンセンがセンターライナー、バーガーがレフトフライということでね、抑えまして、3回表ベッツがセンターへのヒット、投塁でノーアウト2塁となりまして、昌平フォアボール、フリーマンがライトへのヒットで2対0、続くスミスもセンターへのヒットで3対0、マンシーにスリーランホームランが出まして6対0ということになりまして、そしてテオヘルもショートへのヒットで未だノーアウトと、 ただ、アウトマンが三振、パフェスがセンターフライ。で、テオヘルが盗塁で、ツーアウト二塁となりまして、ラックスのライトへのヒットで7対0と。そしてラックスも盗塁、ベッツフォアボールで、ツーアウト一二塁となりまして、ピッチャーがリチャーズにチェンジ。翔平はファーストゴロでね、えー、この回終了しましたけども、一挙6点をね、追加と。で、3回裏、えー、ワンナウトからビジオ、スプリンガー、連続フォアボールで1、一二塁としましたけども、ゲレーロがファーストフライ。ボービシはセンターフライでしのぎまして、 4回表、1アウトからスミスにホームラン第2号が出て8対0。マンシーはライトへのヒットを打ちましたけれども、テオヘル・アウトマン連続三振で、その後の追加点はならず。そして4回裏ツアウトからジャンセンにホームランを打たれまして8対1と。バーガーはファーストゴロに抑えまして、5回表、ピッチャーリトル。パヘスがレフトへのヒット。ラックスファーストゴロで1アウト2塁となりまして、ベッツのレフトへのツーベースで9対1。 翔平ピッチャーゴロで2アウト3塁となりましたが、フリーマンはセカンドゴロと。ただこの回も1点を追加して、5回裏三者凡退。そして6回表、スミスがレフトへのツーベースで先頭出まして、マンシーがセカンドへのヒットプラス早急エラーでスミスが帰ってきて10対1。テイラーが三振。アウトマンがセンターへのヒットで1アウト1三塁となりまして、ピッチャーがピアソン。パヘスに犠牲フライが出まして11対1と。そしてラックスがセンターへのヒットで2アウト1二塁。 ダイダロハスがライトフライとなりまして、この回終了ですけども、6回もですね、2点を追加と。そして6回裏はマンシーナイスプレイもありまして、三者凡退で抑えまして、7回表ピッチャーメイザー。翔平セカンドゴロ。キケがセンターフライ。スミスがレフトのヒットで出ましたが、マンシーセカンドゴロ。そして7回裏はキケがナイスプレイもありまして、三者凡退に抑えまして、ストーンは7イニングで1位失点のね、高、え、騰、ー、となりました。そして8回表ピッチャースワンソン。 ワンナウトからアウトマンがフォアボール。パヘスサードライナーということで、これはね、えー、相手のナイスプレーで、まあこれほぼほぼヒット性でしたけどもね。そしてラックスがショートゴロと。で、8回裏ピッチャーラミレス。ワンナウトからビジオがフォアボール。スプリンガーがセンターのツーベースで2、3塁となりまして、ゲレーロショートゴロの間に11対2。シュナイダーはライトフライドを抑えまして、9回表ピッチャー IKF。ロハスがフォアボール。 ダイダバーンズがレフトへのヒット。キケがライトフライで、ロハスが三塁へ行きまして、スミスの犠牲フライで12対2と。マンシーはファーストゴロで、えー、9回表終了。そして9回裏ワンナウトからバーシをフォアボール。ジャンセンがセンターへのヒット。バーガーが三振。そして IKF がレフトへのヒットで2アウト満塁となりましたけども、ビジオがセンターライナーで今日は12対2で対象という試合になっております。 そして今日のドジャース打線はですね、19アンダー12得点ということで素晴らしい打撃でしたね。いやー、本当に良かったなと思いますけども。その中でね、ランナースコアリングポジションも14回あって7回ということでね。まあ、いっぱいね、ランナーも出してるしっていうところで、残塁は11ありますけども、その分ね、しっかりと得点にもね、絡んでるというか、得点もしてるのでね、えー、こういう形にはなったかなと思いますね。 今日は本当にね、全体的にもうヒットも出てましたしね、まあ複数安打をしている人がほとんどみたいな感じにもなってますから、でもって下位打線も複数安打が出てますからね、えー、こちらも良かったんではないかなと思いますし、下位打線にもまあヒットの打点とか、えー、犠牲フライの打点とかね、そういうところも入っておりますのでね、でもってまた上に回ってっていうのもね、えー、今後増えていけばっていうのはこの前から言ってますけども、 そうなってくればね、たくさん点は入る可能性が高くなるというところにはなってくるかなと思いますけども。まあ本当も今日は全体的に打ってるんでね、何も言うことはないかなと思いますけどもね。まあ一時ちょっとね、えー、状態が悪いかなみたいなチームになりましたけども、結局はね、えー、まあ一試合いい感じで勝ってその後からね、えー、連勝も来てますしね。まあなかなかね、えー、復活していい状態に戻ってきたかなと思いますし、まあそういうもんなんですよね。 で、まあ、毎回毎回ね、えー、点が取れるわけじゃないし、まあ、昨日はね、取れなかったわけですから、まあ、そういうのも考えるとね、今日はいっぱい取れて、じゃあ明日はどうなのかっていうところでね、 出した菊池優勢だからっていうのありますからね。まあ、なるべく足日も点を取りたいですけども、このところのピッチングを見ているとね、なかなかどうかわからないということなので、まあ、その中でどうやってね、打っていこうかなっていう話で、それを見るのも楽しみかなと思いますよね。っていう感じで、まあ、打撃陣としてはね、えー、本当に良かったかなと思いますけどもね。あとはまあ、ここのところでね、走れそうな時はしっかりと走ってきているっていうのはあると思いますので、 まあそれもね、手に繋がったり繋がんなかったりっていうのはあるんですけども、それは結果論で、まあ二類にいればですね、ワンヒットで帰ってこれる可能性も出てくるからね、まあそういうのもやっていく必要があるのかなっていうかね、このところ増えてるように思うので、まあそれはチームとして走れたら走ろうっていう方向にはね、そこそこ行ってんじゃないかなと思いますけどもね。という感じでね、まあ今日はね、大活躍というか打線としては大爆発という感じになりましたのでね、 明日も本当に頑張ってくれという、それだけですね。で、今日ストーンですね。7イニング2安打1失点、2フォアボール2奪三振で、えー、一発は浴びたけどもというピッチングになりましてね。いやー、素晴らしかったっすね。7イニングまで行ってね。で、1失点ですからね。いやー、良かったと。で、前回がちょっとフォアボール5個ぐらい出しちゃって、で、あんまり長くいけなくてというか、短いイニングでね、あのー、周りがね、打順が回っちゃったので、 まあ何回り目でこの状況だと多分厳しいなっていうところで、えー、その先頭のバッターの前でね、えー、交代になったと思うんだけども、まあ今日はね、フォアボールちょっと連発したタイミングがあったけども、まあそれ以外はそこそこね、えー、しっかりと投げられたかなと。まあ全てがまとまっているというわけではありませんけどもね、コントロールとしてもね。 ただ、フォアボール2個で済んだし。で、今日は、まあ、三振はあんまり取れてなくて、空振りもそんなに取れてないんですけども、まあ、打たせて取るというかね、そういうピッチングができたのかなと思いますけどもね。で、そこそこまあ、ハードヒットもされたんですけども、えー、ヒット打たれたのと、 あとは守備がいいね、感じでやってくれたのもありましたからね。まあそういうのも含めてね、こういう形で2アンダーとかでね、済んだのかなとは思いますけどもね。で、右バッターがね、やっぱり多かったので、いいバッターがね。だからそこそこね、大丈夫かなって昨日は言ったんですけども、まあそんな感じで大丈夫でしたね。 で、左に対しても今日はまあ、そんなにね、ええー、まあ、苦にしないというか、そういう感じで投げられたかななんていうふうには思いましたけどもね。まあ、そもそもそんなに左がいなかったっていう感じはあったと思いますけども。で、まあ、ジャンセンにね、ええ、一発浴びましたけども、あれはちょっと、ツーシームが真ん中行っちゃったみたいなところあったので、あれは投げミスでね、それを逃さなかったっていうところで、ね、ジャンセンがすごかったというか、上手だったというか、 まあそんな感じなんですけども、あとはね、ツーシームを結構今日はね、えー、よく投げてましたし、ツ、えーシームが割合としては、えー、全体の30%ですかね、っていう感じにはなりまして。で、カッターとフォーシームとチェンジアップとスライダーとカーブということでね。まあ、カッターがこうね、ちょっと曲がるので、まツ、あ、ーシームからすると反対側のね、えー、変化にはなってくるので、えー、外もうまく今日使ってたかなと、内だけじゃなくてね、 だから、外から入れてこようかな、みたいなところでカッターを投げればね、えー、外に逃げていくわけですから、まあそこ。あとはチェンジアップで、えー、まあ下に沈む系というかね、そんな感じでうまいことやってたかなと思いましたけどもね。ということで、えー、まあ空振りはそこまで取れませんでしたけども、打たせて取るという形でね、いい感じでね、長い回いけたかなと思いましてね、いや、素晴らしいですよね。 だってね、当初の予定だったら、ローテ入りではなかったけども、怪我人が出たことによって5番手で入ってきて、7回ですからね、投げてんのね。いや、ほんと素晴らしいと思いますし、なんとなく抑え方が分かってきたというか、うん、そんな感じはするんじゃないかなと思いますね。当初はチェンジアップ、チェンジアップみたいなね、えー、ことを言われてたピッチャーだと思うし、チェンジアップが一番いいみたいなことを言われてたんだけども、まあ、チェンジアップはもちろんいいんでしょうけどもね。 ただ、この2等番ぐらいか、その前の等番かな。えー、進化は結構ね、えー、いいなぁと思って、個人的にもね、思ったんですけども、それをうまく使ってね、うん、打ち取ったかなというふうに思いますけどもね。だからまあ、左がやっぱり多い打線の時どうするかっていう課題はまだあるんでしょうけども、チェンジアップをうまくしっかりとコントロールしないといけないとかね。 だけど、右が多い打線だったら結構本当にもう大丈夫なんじゃねえかなって思っちゃうような今日のピッチングだったかなというふうに思いましたね。ということで、ナイスピッチングのストーンという話ですね。という感じでね、えー、今日はバシッとバシッと打ち崩しましてね、明日はグラスノーと菊池雄星の投げ合いということになりますので、日本時間だと明日は4時7分開始という話なので、ちょっとね、えー、まあ早いというかね、そんな感じになりますけどもね。 えー、大谷翔平第8号でね、ドジャースの日本生まれ記録をとりあえず更新するっていうところは明日期待したいなと思いますしね。まあ複数ホームランっていうところも期待したし、えー、ドジャース打線 vs 菊池雄星っていうところでね、そこも注目されると思いますので、えー、まあね、打ち崩してほしいなっていう思いもありますけどもね、ただ菊池も頑張ってくれということになりますが、ただウイスキーは飲まれないようにしたいという感じですね。ということでまた明日、えー、ドジャースね、応援したいと思いますね。 えー、続いてヤンキースですけども、今日は6対7、延長11回で敗れるという試合になりましてね。いやー、っていう感じですけどもね。まあ、今日から v ワーズ戦なんでね、そこそこまあ手強いという感じですけどもね。まあ、なかなかね、勝てる感じもあったかなと思うんですけどもね。まあ負けちゃったっていうところですね。で、ジャッジがまあ今日誕生日かな誕生日結構打ってるみたいな話だったけど、今日は4 0二三振ということでね。 なんか良くなったかなって思うけど、またやっぱり打てないみたいになるんですよね。だから、どうなんでしょうね。なかなかちょっとあれですけどもね。まあ、待つしかないですね。復活をね。ということになりますけどもね。で、ヤンキースとしてはですね、えー、先制して、一、えー、1回2回でね、一、えー、1点ずつ取って、二、えー、2-0だったんですけども、2回裏、3回裏と、えー、ツーランホームラン二発って感じだったと思いますけども、打たれましてね。で、今日はもうね、えー、ジョーヨオルティス、 が大活躍みたいなことで、彼はオリオールズのトレードですね。あの、バーンズのトレードかなで、ブルワーズ行った選手だったと思うんですけども、今日は彼に結構やられたかなっていう感じありますね。ホームランも打たれたし、で、最後の最後のその、えー、延長11回のね、裏の、まあ、10、 延長10回はですね、1点ずつだったんで、で、11回に行ったんですけども、ヤンキスは11回は点が取れなくてね、11回裏にですね、そのオルティスのタイムリーで、えー、ブルワーズが勝ったっていう感じなのでね、いやー、ちょっとね、彼にやられちゃったということですね。で、今日はヒルがね、ヤンキス先発だったんですけども、えー、5イニング6アンダーで5失点ということでね、まあ、ホームラン2発行かれてますので、それでもう4失点だったと思いますけどもね、で、2フォアボール6奪三振ということで、まあ、ちょっとね、うん。 いい感じで投げてたんですけどもね、今日は打たれちゃったというところにはなりますね。で、その後はリリーフ陣踏ん張ってたんですけども、まあ最後そのね、えー、延長なのでセカンドにランナーがいて、それを1点ずつしっかりと返されたということでね。で、その延長戦での1点っていうのは、まあ仕方ない1点だと思うんですよね。最低1点は OK みたいな感じなので、それ以上取られなきゃっていう中での勝負だと思うので、まあもちろんゼロで抑えれればそれはいいんですけども、まあ、1点はしょうがないかなって形の中で、 打つ方が、だから2点以上取れなかったっていうところですね。で、最後の回は11回はね、1点も取れてないので、まあそれがね、範囲ではあるかなと思いますけどもね。いやもう本当に2点3点って取れるようにね、やっていかないきゃいけないんですけども、まあそれはやっぱり表の方がね、まあ、いくらでも取っておかないといけないわけですから、 何点裏で取られるかわかんないからね。で、裏のチームはもう相手をゼロで抑えれば1点でいいやってなるわけですから、まあそういうね、えー、ところの違いもありますけどもね、今日はそういう面でも負けちゃったのかなと思いますけどもね。ということで、えー、最後はだからね、えー、この前、昨日ですかね、獲得したトンキンが投げましたけどもね、えー、まあ2失点実績はゼロという形にはなりましたね。ということで、えー、ヤンキース負けてしまったというね、今日の試合になっております。 そして今日のエンゼルスもですね、5対3でね、エンゼルスも負けちゃったということにはなりまして、まあなかなか今日ね、えー、打てなかったというところで、5アンダー中3アンダーがネトなので、えー、シャネルの1本とヒホの1アンダーっていう形ですね。まあそれだけなんでね、なかなか点が取れなかったかなっていう話かと思いますけどもね。で、トラウトは2フォアボール、無アンダー2フォアボールという感じですね。 という形で、えー、今日のピッチャーはサンドバルということで、5.2イニング、9アンダー、4失点、実績は3。フォアボールは出しませんでしたけどもね、4奪三振、1ホームランということでね、まあヒットを結構打たれてしまったという感じかなと思いますけどもね。そして、OC レジスターの演説情報になりますけども、レンドンの話ですが、えー、ハムの肉離れがですね、結構重症だったということで、えー、まあグレードの高い断裂、部分断裂、 なんかなっていう感じみたいなんですよね。だから、かなりの期間、まあ数ヶ月は離脱ということにはなりそうですね。ということでね、連動もまた長期離脱という形になってしまいました今年もね。まあもう、ね、毎年毎年のことになってきて、この前も言ってますけども、まあもうそういう体なんだろうなっていう形なんでしょうけどもね。まあ本人としてはイラついているっていうことなんですけども、 まあそれはそうだけどもね。だけどもうこういう体なんだっていうことでしょうがないのかなっていうところでね。そんだけもう、えー、衰えが来ちゃったっていうことなんでしょうかね。まあこれは人それぞれだと思うんですけども、どのタイミングで衰えていくかってね。まあそれが、 ちょうどエンゼルスに来て2年後か3年後ぐらいに訪れちゃった。2年後でしたっけ最初のシーズンはそこそこね、えー、短縮シーズンで良かったんですけども、その後からでしたっけね。だからまあ2年目に訪れちゃったっていう感じなのかな、もうね。まあ短縮シーズン試合が短かったからっていうのはありますけどもね。ということでまた、えー、連動は長期離脱。数ヶ月の離脱だろうという話ですよね。で、シルセスですけども、 えー、肘の炎症でね、離脱しておりますけども、えー、金曜日にちょっと軽く投げたということでね、投球が再開されましたよって話ですね。ただ本当に軽く投げただけということなので、まだ最初の一歩ですということですね。だからどれぐらいね、えー、で、復帰できるかっていうのはまだわからない状況であるということですね。あとはスワレスですね。まあ、現状あまりね、よろしくなくて、えー、最初の5試合で、えー、僕たちは9.20ですかね。 ただ、今のところ、エンゼルスとしては彼を DFA にすることはね、考えていないということなので、DFA にしてしまえば彼はクレームされるだろうしね、彼を諦めるにはね、まだ早いということで考えているよということなので、エンゼルス内での左のね、リリーフの選択肢としてはね、あまりないわけですから、彼がしっかりとやってくれたらっていう話ですね。で、もし全然ダメなのであれば、マイナー契約で取ったギャレットがいますけども、という話は書いてありますけどもね、 ただ彼も対左に対してそこまでね、いい感じで投げていないということみたいですけどもね。そしてドゥルーリーが DH で復帰したということで、あとは佐野さんもですね、膝の痛みがあるということなので、まあ連続で試合に出るとですね、またおかしくなるということなんで、休みを与えつつやるのかなと思いますけどもね。まあ打ってる最中に膝のね,、えー、ねじれでちょっと痛むということみたいですけどもね。まあそんな形にはなっておりまして。 あとはですね、バックマンの怪我も改善しつつあるけども、まだ東京再開できるほどにはね、なっていないということなのでね。まあちょっとまだね、時間がかかるんじゃないかというところですね。という形の今日のエンゼルス情報となっております。続いてですね、今日今永翔太がね、先発となりまして、レッドソックス戦でしたけども、7対1で勝利したということで、 えー、彼は4勝目かな、ということで、6.1イニング5アンダー1失点、1フォアボール7奪三振ということで、えー、一発を打たれましたけどもね、その1失点で抑えたと、えー、いうことにはなりますね。で、ま、あ三振も7つ取ってますしね。 そして、防御率もですね、0.98ということにはなっておりますね。今日もですね、高めと低めと、まあ、まっすぐ高めに掘って、低めにね、変化球投げてっていうところでね、えー、空振りを取れてましたし、で、いい守備もありましたね。うん、だから、その辺もね、えー、いい形で出たかなと思いますね。まあ、大体日本のピッチャーはね、フィールディングはそこそこやってますから、えー、それなりにね、いい感じでできると思いますけどもね。まあ、グラブトスとかね。 そういうところで。ただ、本当にね、えー、出だしというか、この後、まあ、まだシーズン長いから、そのままの調子でずっといけるかっていうと分かんないんですけども、いい状態でいけばね、抑えられるってことはもうね、証明できたと思うので、まあ、これをどう、こう、続けていくか、いい状態を保つかっていうのと、あとは疲れてきた時とかね、どういうケアをしていくかみたいなところも、まあ、一年目だからね、大変な部分ではあると思うんですけども、 本当にだから、この状態をね、維持しつつ、悪い時も、まあ、それなりにね、えー、戻していくっていう方法をね、見つければ、えー、結構いい形でね、抑えていけるっていう感じですよね。だから、いろいろとね、彼が挑戦するっていう時とか、あとはまあ、 決まってからもね、どうなんだろうなっていうコメントも来てたんですけども、まあでもね、やはり高めのところとか、低めの持ってるボールとかね、通用する球を持ってるんじゃないかっていう話だったわけですから、だからね、それがしっかりと向こうで、こう、結果出せてますからね。で、通用してるじゃないですか、球がね。それは良かったなと思いますよね。で、思ったよりね、えー、防御率0.98ですからね。 多分、思われてたより通用してるっていうか、いい感じで出だしね、えー、スタート切れたと思うのでね、そこも良かったんじゃないかなと思いますけどもね。いやこんだけ通用して、このまま1年間、それなりに投げちゃうのであれば、安かったなってなりますよね、契約としてはね。だから、まあ、ね、あれですけども、でもそういう活躍ですよね、今ね、と思いますけども。ということでね、非常に良い,い出だしをね、スタートで切ってますからね、えー、今のが正体良かったんじゃないかなと思いますし、 で、彼が投げた試合をチームも勝ってるんでね。まあ、もちろん彼に勝ちがついてるから当たり前なんだけども。だけど、それも素晴らしいことですからね。ということで、えー、今日もいいピッチングしたかなという話ですね。あとはその他情報としてはですね、えー、カージナルスヌートバーですけども、三、えー、3打数の無安打ということでね、一、えー、1四球ですかね。ということにはなっておりまして、で、1得点ということですね。で、カージナルスは4対2でメッツに勝利していると。 えー、いう試合になっておりますね。あとはですね、その他情報になりますけども、えー、オリオールズがジャクソンホリデーオプションということでね、えー、期待されているトッププロスペクトですけども、えー、残念ながらちょっとね、メジャーでの結果が出なかったので、一度マイナーに行くことにはなりましたね。まあ、まだね、もちろん若いしね、えー、これからね、適応できるかどうかっていうところは適応できるんでしょうけども、時間がね、ちょっとまだかかるかもしれないというところでね、 ま、すんなり入っていく人も中にはいるけども、まだ二十歳とかですからね。そう考えればね、まだ早いので、まあ、もう一回ね、マイナーでちょっと打ち方というか、えー、状態というか自信をまたね、えー、つけさせてというか、それでまたね、どっかのタイミングで上げればいいのかなっていう話だと思いますけどもね。なので、期、え、待、ー、がでかいだけに、なんかこのね、全然打ててなかったっていうところが、まあ、なかなかね、えー ファンとしてもあれなんでしょうけども、でも若い、まだ若いんでね、それを考えればっていうところを見てあげれば、まあまだまだ大丈夫かなと思いますけどもね。ということでね、期待がでかいだけにちょっと失望されてる部分もね、若干あるのかもしれないけども、大丈夫かなと思いますしね。まあゲレーロジュニアとかもね、あのー、そこそこの成績だったのに、なんかあんまりって感じでしたからね。期待がでかすぎるからね。 で年齢とかも考えれば、えー、そこそこだったかなっていうね、ルーキーシーズンであったような気がするんですけどもね。だから、まあね、大丈夫かなと。で、今年そこそこだなってなっても来年またね、バーンって行く可能性もありますしね。1年目からすごい行く人もいるんだけども、まあ1年目はちょっとならしで、2年目以降ガーンって行けば別に同じですからね。 だからまあそこは人によるその成長度というか対応力というか時間の問題がね違うのでね一概には言えないしまあこのままねあのメジャーではダメだったっていう可能性もなくはないと思いますけども ただまあ現状はね、若いし、あれなんでね、そんなに焦ることはないかなと思いますよね。ということでまあ一回マイナーに落ちて、またね、えー、ちょっと時期を見てっていう感じになるかなと思いますね。あとは怪我人ですけどウェイド・マイリーがトミー・ジョン手術ということで、えー、ブルワーズのね、ピッチャーがトミー・ジョンとまたね。あとは、えー、マーリンズのルザルドですけども、えー、左肘の張りでですね、IL に入っておりますけどもね。またこれね、どういう感じになっていくのかっていう話ですけども、 どん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 ですね。うん。いなくなってしまうというか、まあこれはもうね、えー、何回も言ってる話なんですけども、ちょっとね、残念ですよね、こういうのはね。で、一応検査を受けるということらしいんですけども、 ただですね、この IL はですね、予防的なもので、1、2試合飛ばすだけであるということも語っているという話なので、まあ大丈夫は大丈夫なのかもしれませんけどもね、ルザルドとしてはね、ただちょっとわかりませんからね、まあ無事であることを願うしかないけどもね。 っていう感じで、まあ、またちょっとピッチャー陣、その他もですね、怪我とか手術とか出てましたけどもね、また増えてきちゃってるなというところですね。ということでね、えー、今日はこれぐらいで終わりたいかなと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、X のフォロー、コメントよろしくお願いします。でおります。ということでね、ここから雑談ですけども、 えー、今日ですね、シュプリームニューエラそして MLB コラボっていうのが出ておりまして、今日11時からですね、発売だったんですよね。以前もね、コメントいただいてたんだけども、ドジャースのが出るってことでね。でジャイアンツ、ドジャース、ホワイトソックス、でタイガース、ヤンキース、えー、ブレーブスかなということで6種類出ておりましてで、とりあえずね、ドジャースを狙いに行ったんですけども、マジで、あの、11時からこうね、ページが切り替わって、 で、カートに入れて順番待ちですってやってる間に速攻で売り切れましたね。まあ、これは明らかにボットの仕業なのかなと思うんだけどもね。まあ、いろいろと対策されてこういう状況に今なってると思うんだけどもね。まあ、まだそういう感じで使えんのかな。ちょっとわかんないですけど、詳しくはね。ということで、ドジャースだけ本当に瞬殺でしたね。で、あとのは割とね、えー、まあ、買えそうだったので、とりあえずヤンキースは買ったんですけども。で、今ヤンキースと、 ドジャースとホワイトソックスとジャイアンツかなはもう売り切れちゃってて、なんか最初の感じだとは、しばらく買えんじゃないかなと思ったんだけども、現状ではですね、その4種類は売り切れてるということで、まあおそらく色の問題かなと思うんですよね。ドジャースはまあ人気はね、わかるんですよ。他のね、ニューエラもドジャースのだけすぐなくなるので。で、ホワイトソックスとヤンキースはまあ黒と紺でしょで、ジャイアンツが迷彩柄みたいのなので、まあこれもね、えー、おしゃれはおしゃれと。 で、タイガースがオレンジで、えー、ブレーブスが赤なんで、なかなかこれは色的に厳しいっていうのはあるのかもしれないなと思いましてね。ただ今その二つだったらまだ残っていて買えるような状況ですねで。もしそのタイガースとかね、オレンジ、赤系でもね、良ければ、えー、これが出てる時は買えるのかわかんないけども、まだね、えー、現状サイズのさ、ね、あの在庫は結構残ってそうなので、もしね、欲しかったら、えー、チャレンジしてみてください。残ってるかもしれないのでね。 ということでね、えー、いや、ドジャースやっぱすげえなと思って、まあもちろんすぐ売り切れるのは分かってたんですけども、予想よりね、早かったっすね。ということで、本当にもうね、チャレンジだけして、もうどうにもなんなかったみたいな形ですね。で、えー、ヤンキースを買ったというところになりますね。だからね、えー、ドジャース売り切れたらヤンキース行こうって思ってたんですけどもね、その売り切れたっていうのが非常に早かったという話ですね。まあそんだけ本当に今、 えー、日本でのドジャースっていうね、えー、人気が高まってるのでね。まあ転売するのもね、えー、やっぱり今ドジャース買っとけば間違いないみたいなのあるんでしょうけども、昔だったらね、これ多分ヤンキースが一番先に売り切れてたんですよ。逆にヤンキースを買いたい感じからすると、まあありがたいっちゃありがたいのかもしれない。買えてるからね。だけどドジャースを最初に攻めたんだけども買えませんでしたという話ですね。ということで、えー、また明日ということでね、雑談終わりたいと思います。